二条義元。二条義元は、の苦行、歌人であり、レンガの体制者である。十一位。摂政、関白、大乗大臣。最初の関白は、在任十三年間の長期にわたり、死の間際まで、通算五度、数え方によっては四度。理由は、後日にわたって、北朝四代の天皇の摂政、関白を務めた。火力二年、1327年。 八歳で元服して、聖五位下地中となり、わずか二年で、十三未県中名後に昇進する。ところが十三歳の時、元寇の変が発生して、五代醐天皇は、沖島に入るされ、内乱であった父、道平は倒幕への関与が疑われて遊兵され、吉本も、県中名言県左この絵中城の地位を追われた。このため、二条家は、 鎌倉幕府より断絶を命じられる状況に追い込まれたが、翌年に鎌倉幕府が滅亡、京都に復帰して、兼務の申請を開始した、五代五天皇に仕える。二条道平は、この越ネタだと共に内乱、富士市長者として、兼務政権の中枢にあり、申請が実質上開始された、現行三年、1333年には、姉の栄子が、 五代醐天皇の女王子となり、吉本も14歳で、十二位に上された。ところが、県武2年、1335年に、父、道平が急姓、翌県武3年、1336年には、足利高氏によって、政権を追われた五代醐天皇は、吉野へ逃れて、南朝、吉野朝廷を成立させる。叔父の元は南朝に参じたが、この年17歳で、 現代な言となっていた、吉本も、また天皇を深く敬愛していたにもかかわらず、貢献であった、祖祖父氏。ただし、実は、王子と共に、京都に留まり、北朝の光明天皇に仕える。なお、市中、吉本いずれの意向かは不明であるが、足利将軍家が要する光明天皇の元服、戦争の儀式が行われたのは、二条家の邸宅であった、押し工寺からすま殿である。 光明天皇もこれに応えるべく、逆王元年、延元三年、1338年には吉本に、左この絵大将を兼務させ、その2年後に21歳で内大臣に任命している。内大臣任命の前年には母を、任命の翌年には祖,祖父、市中を相次いで失うが、その間にも、北朝の苦行として、夕食古実を学ぶとともに、長義、九時の復興に努めた。 公営2年、1343年、右大臣に任命されるが、同時に、左大臣には、夕食古日の親で性望の高い官員流の、当院金方が任じられた。一条行通、高塚差し平と全原料関白は共に金方の、娘婿であり、吉本と金方は、北朝の宮廷において長く競争相手となる。公営4年、広告6年、 1345年には、当時、左大臣である金方が、官例的に一条と認められていることに、吉本が一条部人の戦時がないことを理由に異議を挟み、自らがその職務を務める意思を示している。その太歴目録公営2年5月18日上、四宿期同年7月17日上。これは、金方から浅ぎ、 九時の復興の主導権を奪って自分が朝廷再建の中心に立とうとする積極的な意思表明であった。なお、この年には、吉本最初の連ガ論書である、壁連書が表されている。上和2年、昭平元年、1346年2月29日、27歳で、光明天皇の関白、富士市長者に任命され、2年後のスコー天皇への、 上位後も引き続き留任した。同時に、辞典の君であった、黄厳上皇の陰員表情の一員であり、長儀、九時の復興に積極的に努めたが、摂関家における正当な夕食古実を継承すると自負する吉本の自説のこだわりは強く、諏訪天皇の即位式の次第をめぐって、黄厳上皇や当院金方らと衝突し、金方からは、吉本の古実学は、 変質であると難じられた、その太歴別べき。だが、足利氏の内部構造から、官能の上乱が起こり、官能2年、昭平6年、1351年に、足利高氏が南朝に降伏して、昭平一党が成立すると、11月7日に北朝天皇や年号が廃止され、吉本も、関白職を停止される。さらに巧妙。 すこり天皇期の任官をすべて無効とされて、吉本は後醍醐天皇時代の十二県大納言に戻される。一方、金方は改めて左大臣一条に任命された。南朝ではすでに二条氏本が関白に任じられており、吉本の立場は危機に立たされた。吉本は振動によって病に倒れたが、それでも、巫女左流の五条ため、すぐとともに、 南朝の五村上天皇に配越を計画する、その太歴、昭平7年2月26日場など、当初は南朝政権下での生き残りを視野に入れた行動も示した。ところが、昭平7年、北朝としては、官能3年、1352年に京都を占領した南朝軍が、須訪天皇、黄金、光明両上皇、 皇太子自家人心脳を京都から連行すると、足利義明は和議を吐き、同時に金方が構想していた自家人心脳を五村上天皇の皇太子にすることで、両党鉄律を復活させる和平構想を、その太歴、官能2年12月15日17日以上も破綻した。そのため、義明は、皇金上皇の母皇義門院の命によって、新たに、 スコの弟渡る二王、後公門天皇を擁立する構想を打ち立て、そのために、吉本を関白に復職させようとする。足利将軍家の意向と、過重児教権の説得を受ける形で、6月25日に、吉本は、抗議門院から関白、官補の命を受け、二日後に、昨年の南朝側による人事を無効として、スコ天皇在位中の官位を戻した。なお、 前年11月7日から6月25日までの期間に南朝側によって行われた吉本に対する措置を有効として、関白下官全関白の関白官法、再任と見る。この場合、南朝の仕事が同期間の関白として扱われるか、これを無効として、職権遂行が不可能な状況下で、 関白罪人が継続されたと見るかによって、吉本の通算罪人回数の数え方、計5度か、計4度かが変わるとになる。吉本は、加重寺教権や松戸の忠次ら側近と共に、北朝の再建に尽力する。だが、朝廷では三種の仁義のない天皇の即位に対して、異論が紛失した。その際、吉本は、高氏が、兼、草薙兼となり、吉本が寺。 やさかにまがたまとなる。何ぞ不可ならんと炭化を切ったとされる、俗本調津岩。この過程で、和平構想に失敗した金方とその遠赤である一条行通、高津笠次第らの政治力は失墜し、政務は年若い新帝や、政治経験のない抗議門員を補佐する形式で、吉本とその側近たち及び急上京京、近藤津倉新帝指示を決断した。 少数の苦行らによって運営していくことになる。だが、翌分な2年、昭平8年、1353年には、南朝側の反撃によって、京都陥落の危機が迫ると、足利義明は、皇後光金天皇を義元の押小路からすま殿に退避させ、そのまま天皇を連れて、遠略寺を経由した後身の国の時より安のもとに退居していった。義元は、 体調の悪化もあり、坂本から佐賀中院の山荘に引きこもった。この間に、押小路事カラスマ殿を占拠した南朝軍は吉本をご皇門天皇擁立の長本人として断罪し、道径に残された二条家伝来の遺影文書はすべて没収されて、おじしもとのもとに送られた、その太歴、文が2年7月1日上。ところが、 そのような状況下で7月20日頃に吉本は、病心を押して、五皇厳天皇のいる、美の国小島へと旅立った。これについて、当院金方によれば、最初に小島に駆けつけた、石棺家を新しい席にするという噂があることを、記している、その太歴、文那2年8月5日上。もっとも、吉本よりも先に駆けつけた、この道継が、簡に認じられることはなかったことから、 事実とは異なるようである。二十七日には先に小島にいた叔父の今、工事を冬に迎えられた吉本は、翌日に天皇に拝越した。九月三日には、樽井に移った天皇や吉本を迎えに、高氏が到着し、十月二十一日に京都に復帰した、この行行の際に書かれた金日記が小島のすさみである。ご黄金天皇は、以後、吉本と、道、 次ぐを徴用するようになり、京都に泊まっていた、京通りや金方は二審を疑わで、いよいよ遠ざけられた。文那三年、昭平九年、1354年暮れにも、南朝軍が京都を占領して、天皇や吉本は大御国に退避したが、これは短期間に終わった。ただし、その前後からの戦闘で京都は、食料を不足に陥っており、文那四年、昭平十年、 1355年1月には、関白以下の困窮者に対して、足利将軍家の配慮で食料が与えられる、ありまであった、県春蔵日記1月27日上。だが、これ以後は、南朝の構成も弱まり、やや落ち着いた時期を迎える。だが、南北領朝の京都争奪の過程で双方が、自陣営に従わない苦行に対して、下官。 所領没収などの処分を追って制裁したことから、南朝側からの権利を避けるために、町議への参加をためらう区業が続出したために、北朝の朝日は、吉本ら北朝支持を鮮明にした、少数の区下で行われたために、本来であれば、価格、感触の要件を満たさない区業が内弁などを務めて、失態を行う事態が相次いだ。 公安元年に開催された設営はすべて名家級の苦行がない弁であったが、吉本はこれらの設営に出資して、彼らに対する作法の指南に当たった。この頃、吉本は、時より安の娘を即室とし、また、文那五年、延文元年、昭平十一年1356年には救済、佐々木同様らと共に、渡派州の返還にあたり、 同年3月25日付の吉本の和文書が残されている。同州は遅くても翌年春までに完成し、同年うる7月11日には、順直線として認定された。ところが、延文2年、昭平12年、1357年に南朝に、走った元関白、この営業中の子、実現を一条院門主から排除しようとして、 北朝側の大乗員が引き起こした幸福寺の内紛において吉本が富士市長者として最低に当たったがその内容が慶中の系統をこの池の着流として扱い裏を返せば慶中と対抗関係にある道すぐには摂棺就任権がないかつ自分の有志両言を実権の後継者とする以前より二条家を含む九条流摂棺家が大乗員を この絵流石管家が一条院を管轄する原則があったが、吉本はその破棄を意図したものであったため、幸福寺は、もちろんのこと、この絵道継や党院金方、道継の北万所は、金方の孫娘、さらに幸福寺からの南朝勢力排除を望んで、大乗院に同情する態度を示していた室町幕府の不満が高まった。 そして事件を指示する一条院の首都が、奈良市中で、大乗院派に対する焼き打ちを行ったのを機に、遠文三年、昭平十三年、1358年9月十二日、次期将軍に内定していた足利義明が、関白の鋼鉄を求める創生行った。ここに至って、吉本も窮地に陥り、十一月十四日に辞意を表明し、 12月29日に正式に急上京京と交代した。途中中断を含めて、関白就任から13年目のことであった。吉本は関白の地位を追われたものの、依然として内乱の職権を与えられており、自ら太鼓をこうして朝廷に大きな影響力を与えていた。また、文化的な活動にも積極的に参加している。常時2年。 昭平18年、1363年に二条派の歌人富屋と共に表した愚問憲中が、同年2月30日には、御皇四天皇に新調され、ついで、足利義明にも贈呈された。これは吉本が、歌道に関する疑問を富屋に質問して、富屋が二条派の立場から答えた書である。これによって、吉本は二条派の被護者としての立場を得ると共に、 後光文天皇や吉明との関係回復、強化を図ったと言える。ただし、吉本自身の和歌は冷泉派の影響を設けている。また、ほぼ同じ頃行は、源の友幸を招いて、源氏物語の講義を聞いている。だが、関白職はこの間に球場教教からこの絵、道継に移っていた。同、継の後見人であった、大乗大臣党員金方はすでに塩分五年。 昭平15年、1360年に没していたものの、道継は天皇側近としての地位を固めつつあった。この年の6月に宇治屋城である、春日大社に収めたとみられる、吉本の安門草案が伝わっているが、そこには、関白官補に対する強い思いと吉本曰く、京神継への激しい非難に満ちている。だが、若い道継は、吉本の敵ではなく、 元文法の直後の六月二十七日には、道津が辞任して、吉本が関白に官補された。常司五年、昭平二十一年、三百六十六年、長男資料が内大臣に任じられ、三男は一条防御旧制によって断絶した一条営の後継者となり、共都府と名乗った。さらにこの年には、冷静た秀で、富夫モネラと共に年中行事歌合わせを主催して、 朝廷未礼や王朝古典の研究を進めた。常時六年、昭平二十二年、1367年8月27日、吉明の養成によってやむなく高塚佐夫裕2に、関白を負った。だが、吉本の朝廷内部での県政は相変わらずであった。京日次は父、吉本の没後に、生前の父親を改装して、ご公に因伝味を、六歩殿下。 国家政務滞在手のひら、洋気また、福の井、荒れ王欧元年十一月六日城と記している。この年の暮れ、吉明が急死し、足利義満が室町幕府三大将軍となり、細川頼之が執事、官僚王となった。王安二年、昭平二十四年、三百六十九年、吉本の長男、資料が関白に就任した。 王安四年、1三百七十一年、五皇権天皇は、五縁優天皇に行為を譲った。ところが、同年に、皇福寺の内紛が再燃し、暮れに一上院実現、大上院教診療門跡の入る要求を掲げて、神帝の即意式妨害を図るべく、皇福寺使徒による、春日神木の受落が行われた。ところが、五皇権上皇が、 心底の即意識を図る豪素に憤慨して、強硬な態度を示し、反対に、首都側も、柳原忠光、広橋中光、中三角信方、までの孔実具坊羅上皇側近を、次々と奉仕処分として、さらに、幕府の信任が厚い一方で、孔福寺と対立関係にあったみ保院光ひかりずみ、格院、総ゆかり、赤松清順、赤松藩武氏の入るという、 さらなる条件を加えたために、吉本らの仲介にもかかわらず交渉はまとまらなか。幸福寺氏とはこの内紛の現況は、実験を引護越した吉本にあるとして、王安六年、文中二年、1373年八月六日に、吉本を、奉仕処分にした。奉仕、富士市長者経験者の奉仕は、前代未聞であり、政敵のこの絵道継ぐですら衝撃を受けた。ところが、 吉本は謹慎するどころか、春日ガ明神の名城である石棺の奉仕はあり得ないと、述べて、全く無視し、翌年に、五皇厳上皇が、既得に陥ると、直ちに散大して、前後策を協議した、安光協議。王安七年に一月十七日上。ところが、幸福寺首都を非難し続けた、五皇厳上皇の宝御が首都を勢いづけ、さらに、 ご遠慮天皇の即位式を直ちに行う、必要性に迫られた朝廷と幕府は要求の全面受け入れを決定し、11月8日には吉本も俗主となって、新睦も3年ぶりに奈良に戻った。なお、この間の王安5年、文中元年、1372年には、吉本は筑波門の王安親式を表している。各して王安7年、 文中三年、1三百七十四年暮れから翌栄は、元年、天寿元年、1三百七十五年にかけてようやく、五円有天皇即位に関わる一連の行事が行われた。平和元年、足利義満が初三代を行い、吉本は、聖徳太子憲法将、玄恵が著者とされるが、吉本が玄恵に固くして表したとする説もあるを送っている。吉本は、 将平一党以後の政情を現実的に捉え、武家政権の長である、室町幕府将軍を公家政権の一員に加える、ことで、北朝の安定を図ろうとしていた。なお、A は元年頃に、吉本が、神阿弥の子、鬼屋舎、後の世阿弥と出会い、その前を称賛して、当弱の名を与えたとされている。この年の暮れに、資料は、九条忠元に関白を譲り、翌 A は2年。 天獣二年、1376年の元日に、吉本は純三公に除せられた。南朝による北畠近草の除任を除けば、休場同化以来のことであった。平和四年、天十四年、1378年3月に21歳で、県大納言となった吉光は8月に、右この絵大将を兼ねた。この絵大将は、行行、設営などで重要な職務を果たす必要があり、 九中の古実作法や文化教養に通じている必要があった。そのため、かつては在任期間4日とはいえ源の頼朝が認じられた歴代将軍戦亡の官職である一方で、高氏、吉明ともに就任資格を満たしながらそのわずらわしさから就任を避けたという職であった。室町幕府では、吉光のために必要な礼儀作法を伝授できる人物を求め、当初は、 当院皇帝、金方の孫、孫貴文脈作者に依頼していたが、吉本が自賛して幕府に同意を取り付けてしまった。10月4日から吉本による吉光への礼儀作法の講義が開始された。これが後に、武家への迎合、追従と批判される吉光と吉本の関係が始まることになる。だが、これこそ、北朝と室町幕府の一体化を進めて、 北朝の安定化をもたらそうとする戦略の第一歩であった。攻略元年、天寿五年、1379年4月28日の白馬節へに参加した三条、金忠の日記、後宮枚記には吉本を、淵大寺の人と呼んでいる。淵イコール礼儀作法の師匠、大寺イコール将軍家のことであるから、金忠は吉本を、将軍の先生と呼んだことになる。この年、 攻略の政変の発生によって完了。細川頼之が失脚、足利義満、そして室町幕府が鎌倉幕府から続けてきた鎌倉殿の立場を脱却して、室町殿に転じ、同時に朝廷との新たな関係を構築するきっかけとなった。その一方で、令和4年4月に全関白の長男、資料が突如発狂し、 その後出家させられて事実上拝着される事件が発生する。ところが、吉本は直後に大したことではないとして、レンガの会を開いたと、道継から避難されており、家に要望書生である資料よりも、吉本が長愛する次男でしかも有力守護大名、時出身の母に持つ質継への家徳継承を考えた吉本が、資料を拝着しようと圧迫した結果にいる精神的な、 病気とする見方も出されている、伊藤隆小川武雄説。なお、攻略元年8月25日、吉光は、御縁友天皇に吉本の関白官報を創生したが、天皇は純三皇の関白部人の礼はないとして、これを見、代わりに新たに着難となった、次男、失具を関白に認じた。そこで英徳元年、甲和元年、1381年、義光は改めて、 吉本を大城大臣に創生した。7月23日、吉本は大城大臣、吉光は内大臣に任せられた。その前年、吉光の無視によって、春日神木の呪落が失敗に終わり、藤原自然体の維新低下と吉光の朝廷支配の現実が明瞭となった。この頃、吉本は吉光のために百両勲幼少を表している。翌永徳二年。 公は二年、1382年4月11日、五小松天皇の即位と共に吉本は、大乗大臣兼務のまま摂政に任ぜられた。これは、要定の原服は、摂政大乗大臣が果敢を、自席の大臣、通常は、左大臣が理髪を行うことになっており、吉本は、神経の即位勘定を及び五年後に予定されていた、原服に伴う果敢を、自らの手で行う意思ともに、 理発の役を、失具ではなくすでに一条左大臣となっていた、義満が務めることを合わせて示したのである。五小松天皇即位後は、政務の実験は、義満と義元の協議によって決められ、前者主導で行われた。御縁優上皇はこれに反発して、自殺未遂まで起こすものの、自転の君の権威低下を招くだけに終わった。家境元年、厳中四年。 1387年1月3日に、五小松天皇の元服が行われた。六十八歳になった吉本はすっかり腰が曲がっており、三条未冬は日記にその危なっかしい動作ぶりを記している。だが、公げとして叶えられる栄誉をすべて占めることができた。吉本はこれに満足して、五日後に大乗大臣を辞任し、二月七日には、この絵検事に摂政を譲った。 その直後に賢治の父で、長年の性敵であった未筆が急死した。また、この年の十一月十二日には親しくしていた、武行宗、松田貞秀に、近代風大将を授けている。ところが、翌華去二年、元中五年、三百八十八年に今度は、摂政この絵賢治が急性し、そのため四月八日に、吉本が再度摂政に任じられた。だが、 この頃にはすでに体調を崩しており、余命行くばくもなかった。このため、6月12日に吉本は摂政を辞任して、改めて関白に任じられ、その日のうちに、失具に関白を譲る意向を、五小松天皇に伝えて了承された。失具は、翌年に、弟の一条京、継ぐ関白を譲っている。そして、13日のうの時に至って69歳の生涯を閉じた。 文化的活動として、和歌やレンガ、け蹴鞠などに通じ、分けても、ンガの体制者として知られる。1356年には救済とともに、筑波州二十巻を戦したほか、筑波問答、九州問答、十問再飛章どのカロン章を表し、1372年には、ンガ式目として、大安心式を制定する。カロン章として、近来風からだ、不問研中。 富谷との問答を。かな文の執筆にもちじて、小島のすさみ、衣かずきの日記、さきはの日記、雲もいの花、え和は大上回帰、雲もいのご法などの宮廷行事の記録を表す。マス鏡の作者とする説もある。また、直線和歌集である、新五集岩和歌集金女,女も、吉本の作である。また、当時社会的評価が低かった、猿が苦悩に理解を示して、 少年時代の世阿弥に対して保護を加えたことも知られている。その一方で、足利高氏、吉光に深く接してその後ろ盾を得て、5度、数え方によっては4度にわたって、摂政、関白の座につくなど、権力や名誉に対しては悪なきや進化として見られることも多く、対立する南朝側のみならず北朝側の人々の中にも、嫌悪感を持った人物、 ご縁優天皇、当院金家たらは少なくなかったと言われている。だが、朝廷日式の最高に一貫して尽力するとともに、ご高温天皇の時代に三度にわたって、南朝軍に京都を追われた苦い経験から武家政権との連携の重要性を熟知してその、実情に即した朝廷のありを模索して、懲罰関係の安定化に努めたことは高く評価されている。部人では、 南朝関白となった二条仕事も、吉本の兄弟とされるが、父、道平の実定で、吉本誕生以前にその勇姿になっていたとする説が有力である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。